C3Fit のテクノロジーがデビューした2009年なんですけど、うん、人間の体の使い方っていうものをより深く掘り下げて研究して、うん、その専門のブランドっていうものを作っていこうとっていうプロジェクトがスタートして、まあ、そこから C3Fit テクノロジーっていうのは生まれてきた。染色もそうだし、縫製工場もそうだし、こういうものを作りたいんだっていう話をさせてもらって、で一緒に作ってきたということで、糸レベルから最後の縫製で他の倉庫まで全て現時点で日本純日本製で作られている、まあ、そのあたりが大きなポイントかなというふうに思いますね。やっぱり正しい品質を伝えたいと、で正しい品質を伝えるためにどうするかっていう時に、やっぱ僕らは医療機器に登録するっていうことを思い立ったんですね。でそのためにタイツをロットごとに着圧、まあ、足首から段階着圧によって、保たれるその品質っていうところを毎回テストしていますし、でそうやって医療機器で作られたものから血行促進であるとかむくみ軽減という明確な効果を謳うことができるっていうところを強みとして考えています。人間の体のこう寸法を 3D で正確に計測する装置だったりとか、動作解析ですよね、ランニングだったりとかウォーキング、人間の体がどうやって動くのか、それによってこう生地がどういうふうにシワが寄るのかっていうのを調べたり、着用時の快適性を上げていくため の、これはゴールドインの特許の技術、スマートシーナーという技術なんですけど、そういう肌当たりを優しくする技術、そういったものを開発したり、いろんなものが一つの製品の中に搭載されています。基本的にはスポーツ用、運動時用として開発をしましたけれども、履くだけで血行促進効果がある、履くだけでむくみ軽減効果があるというものになるので、スポーツする人の24時間を支えるウェアとして今後も開発を続けています。